金箔が拭いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職、永田光輝でございます。実はですね、熊本市西区お島のお客様からですね、お仏壇のリフォームをいただきました。130年前のお仏壇が新しく蘇ります。本当にですね、ありがとうございます。実はですね、江戸時代後期ですね、だから130年前で、元は武家のお家だったそうでございます。でそこらのですね、一見仏壇だから、もうかなり本体自体が1メーター、扉を開くと160から70ぐらい開く、もう大きなお仏壇ですね。で今日も早速ですね、今引き取ってまいりました。で山本親方と打ち合わせてですね、出て2ヶ月かかります。で実はですね、こういう、まあ、これちょっと、これ実は見本で山本親方に作ってもらったんですけどね、これ例えばこちらが古い方、ビフォーですね、向かって左側ですね、こちらがアフター、こんな綺麗になるんですね。こちらがこんなになります。これ片っぽだけしてもらったんですね。金具も金箔も蒔絵もこんなに綺麗になります。はい、ですから130年前に戻りますね。はい、で実際ですね、山本親方がですね、全ていっぺん分解します。で100年超えてるとですね、使えない部材も多いと思いますので、虫とかが入ってますからですね、でそれは全部新しく作り直します。で漆金箔新しく施して、で蒔絵金具新しくです、もう蒔絵なんか全部もう手書きで書き直します。ですからもう素晴らしい出来になると思います。私もすごく楽しみでございますし、お客様もとても喜んでいただいております。はい、でもしもですね、皆様ですね、もしも私もちょっと興味があるなという場合には、これカタログがあります。一応手作り会満載なんですけどですね、すいませんね、あんま豪華ではございませんが、よいしょよいしょ、こういう感じでですね、いろいろここで作ってるところなんかをですね、こう紹介してるところあるんですよ。もしもこういう興味があられる方はご連絡ください。郵送もしくは持ってお伺いいたします。一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、ではここまでですね、この画像を見ていただいてありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の開運ごあって、心よりお祈り申し上げます。